ここは赤レンガ2号棟で、もともと海軍の艦船に搭載する兵器を保管する倉庫やったんで、ここに保管しとったんや。そう、すごい。実際に入ってみる？入ってみるか。ちょっと行こうか。ちなみに、200人収容のホールのほか、インフォメーションや遊覧船のチケット売り場やカフェがあるんやで。すごい盛りだくさんやな。そうで、ホールは吹き抜けで天井が高くてレンガの壁面が人気で、展示やライブによく使われてるんやで。確かに雰囲気めっちゃいいもんな。いいよな、イベントに最適。確かに。カフェジャズは僕もよく行くけど、いろんなドリンクとか海軍カレーとかの軽食が食べれて、特に海軍ラムネ作り体験は観光客の一人人気で、100年前に海軍さんが飲んでたラムネをぜひ体験してほしいな。100年前、そう、すごい、すごいよな。